入れ。ばあちゃん、新しい範囲って一体どういう。ああ、てめえはどうも。なんだ、もうナルトと知り合ってたのか、アサイ。はい。なんでてめえがこんなとこにいやがんだ。さっきはごめんよ。これから同じ班の仲間になる人の実力を知っておきたかったんだ。何せどれくらい援護してやらなきゃならない弱虫野郎かわからないからね。なんだと。まあ落ち着きなよ。これでカカシ班が揃ったわけですね。ああ、そして臨時ではあるが、お前にはこの班の隊長をやってもらう。いいな、ヤマト。え？この人が隊長？あのカカシさんの代行とは光栄ですね。さて、お前たち新生カカシ班にやってもらう任務のことだが。ちょっと待ってくれってばよ。カカシ先生はどうしたんだよ。カカシは先の任務での疲労が回復しきっていない。だが今回の任務はその回復を待つほど余裕がなくてな。だからこうして僕とサイが新しい班員として選ばれたわけさ。話を戻すぞ。今回お前たちにやってほしい任務は偵察、そして捕獲任務だ。捕獲任務って？詳しい話は沈ね。はい。先日の砂隠れでの一件の折、暁のスパイがオロチマルの元にいることが分かりました。さらにそのスパイが近日中に草隠れの天地橋に現れるとの情報もあります。ただこの情報は暁のサソリからのもので確証はないのですが。それでもこの情報を見逃すわけにはいかない。オロチマル、ひいてはあのウチハサスケの情報が手に入る可能性がある。サスケの情報が。そこでお前たちには今から天地橋に赴いてもらい、スパイを拘束、そしてここまで連れ帰ってきてもらう。この任務はオロチマルに関係ある以上少なからず危険がつきまとう。心してかかるようにいいな。はい。さて、綱手様にも言われた通り、僕たちはこれから草隠れの天地橋に向かう。各自準備が整い次第、木ノ葉の門に集合だ。よし。揃ったね。よし、それじゃあカカシ班。何ですか？こいつ
誰かに似てると思ってたけど、サスケに少し似ているような気が。そんなにジロジロ見ないでください。ぶん殴りますよ。てめえはいちいちムカつく言い方しやがるな、こら。別に悪気があるわけじゃないよ。こういうキャラ一を狙っていこうとしてるだけだから。くっくっ、やっぱてめえはダメだ。すっげえムカつくってばよ。おいおい、会長を前にしていきなりそれはないだろ。ナルト、犯人は信頼とチームワークが大切だってカカシさんにも教わったはずだ。こいつはカカシ班の班員じゃねえからだ。俺たちカカシ班のもう一人の班員はサスケだ。こいつは穴埋めとして選ばれただけだ。こんなやつ俺は認めねえ。いや、僕もそっちの方が気が楽だよ。木の葉を裏切り、弱いくせに力ばかり求めてオロチマルの元へ走った。そんなオロチマルと同じようなゴミ虫野郎と一緒にされたくないからね。そこまでだよ。これ以上やるとなると、君以外にももう一人喧嘩に加わりそうだからね。はあ、いいかい、確かに僕たちは急遽結成された即席の班なのかもしれない。でもね、任務は必ず成功させなくてはいけない。目標は4人とも同じだよ。それに君たちはもう新米の忍びとは違うんだ。僕が言わんとすることわかるだろ。はいはい。さあ、そろそろ行くよ。目的地は草隠れの天地橋だ。天地橋へ向かうには川の国を通過する必要がある。まずは木の葉の森を抜けて風の国に向かうよ。
よっと。よっと。風の国か。いろんなことがあったよな。うん。懐かしむのは今度だよ。今はやることをやってしまおう。そうだな。それじゃ川の国に急ごうぜ。ちょっと待った。その前に砂隠れに行くよ。え？でもさ、天竺寮って川の国経由で行くんだろ。だったら砂隠れは通過しないんじゃねえの。いや、川の国に行くには砂隠れの許可を取らないといけなくてね。でも俺たちこの前は普通に川の国に入ったけど。あの時は砂隠れが混乱して見張りも暁にやられてたでしょ。あ、そういえば一時期は暁の騒動で里が混乱していたけど、ようやく落ち着いたらしくてね。以前のように川の国近くに見張りを配置してしっかり国の行き来を管理してるのさ。ふーん。というわけでひとまず砂隠れに向かうよ。了解。Yeah!